デヤング美術館はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコにある美術館であるゴールデンゲートパーク内に位置している。デヤング美術館は1894年に開かれた万国博の際に建てられたファインアートビルディングを利用して1895年に開館。その時の委員会の委員長を務めたのがサンフランシスコクロニクルを創刊したマイケル・ハリー・ディアングであったため、 デヤング美術館となった。当初の建物は1906年のサンフランシスコ地震で被害を受け、修復に1年半かかった。間もなくさらなるスペースが必要となり、1919年にルイス・クリスチャン・マルガートン設計のスペイン風の建物が建設された。デヤングの尽力により1921年には中央部と塔が追加され、美術館は mh でヤングメモリアルミュージアムと名前を変える。1925年には、性欲が追加されるが、同年でヤングは制御する。4年後には、当初のエジプト付建造物が安全上の問題があるとして取り壊された。1960年代半ば、アベリー・ブランデージが自身のアジア美術コレクションを寄贈したため、ブランデージ棟が建設されることになる。1994年、 以前サンフランシスコメインライブラリーであった建物をアジア美術館にすることが決まる。アジア美術館は2001年にクローズになり、2003年にシビックセンターに移転して独立した美術館として再びオープンした。1989年、デヤング美術館はロマプリータ地震のために建物自体に被害を受ける。美術館の表員会は、 その後何年もの間解決策を探り、基金を集めて、新しい建物を建築することにした。その結果スイスの建築家、ヘルツォークドムーロンの案が採用されることになり、美術館は2000年12月31日に一時閉館となる。新しい建物は5年近くの年月をかけて完成し、2005年10月15日にリニューアルオープンした。 ファインアートミュージアムオブサンフランシスコは、ゴールデンゲートパークにあるデイアング美術館と、リンカーンパークにあるリー・ジョン・オブ・オナー美術館の2つからなる、サンフランシスコ最大の芸術機構である。アメリカ美術、ネイティブアメリカンの美術品だけでなく、ファッション、テキスタイル、写真、アフリカやオセアニアの美術品など幅広い所蔵品を有している。 デイアング美術館のアメリカ美術コレクションは1000点以上の絵画、800の彫刻、3000以上の装飾美術品が含まれる。期間は1670年から現在まで網羅している。1988年より国際的なコンテンポラリーアートの収集を始めた。インスタレーション、コンセプチュアルアート、写真、ビデオ作品といったマルチメディア作品もその中に含まれる。 近年は、ショーンスカリーのウォール・オブ・ナイト・ホライゾンや、コーネリア・パーカー、展望の彫刻を入手している。その他カリフォルニアをベースにした芸術家たちの作品も所蔵している。テキスタイルのコレクションは12000点以上を有しており、アメリカでも最大規模のコレクションである。その中には織物、樹皮膚、フェルト、ニット、ビーズ、刺繍、 125カ国の民族衣装などが含まれる。最も貴重な品の中には、トルクメニスタンのカーペット、12世紀から15世紀の中央アジアや北インドの木の製品、アナトリア半島のキリム、ヨーロッパのタペストリーがある。また、1930年代より現代ファッションの展覧会も開催しており、ディオール、バレンシアが、マダムグレ、イブサンローラン、シャネル、ラルフルッチ、 カイジックオンなどを扱ってきた。ありがとうございます。